ふざけてんじゃねえよ、てめえ。久々のホラーでみんな緊張そうなんです。久しぶりです。久しぶり、皆さん久しぶりです。帰ってきました。二度と心霊やらないと心に誓ったんですけど、その誓い俺知らない。本コアがやるということで、僕たちもやるということになってしまいました。そうですよ、もう何よりも本コアじゃ、こっちの何よりもリアルをお届けしとるわ。まあ全然いつも通りやりたかったんですけど、ちょっと8月とかね、イベントがめっちゃ盛りだくさんで、えぐかったな。ホラーナイトをちょっと撮る時間があまりなかったので、そうですな、9月からまたホラーナイトしっかりやっていこうと思います。解禁です。本日やっていく企画、ここにアクセント置かないでよ。調査班ホラーナイト、あ、出た、恒例企画。早速皆さんから寄せられた僕たちの動画に映り込んだ怪奇現象、振り返っていこうと思います。うわ、恐怖郵便読んでいこうと思います。もう引っ張られてる、引っ張られてる。例に質問できる五円玉占いをやったら衝撃の事実が判明してましたね。五円玉占い来たー、これか、これは恐ろしい五円玉占いっていうのが、まだ知らない方は概要欄に全部貼っておきます。下から恐怖郵便見てみてください。はい、3分34秒声が入っている。声ねー、うわ、めちゃめちゃすげえ企画、いろいろできる。怖いけど、用意するもの、用意するもの、用意するもの、するものが、言ってる、大気じゃねえの。怖いけど、用意するもの、用意するもの、用意するもの、大気。大気怖いな。気持ち悪い声するな。怖いな。まあ BGM 説もありますね。ポスターもある。これはまあスコアでは大丈夫です。この動画まだあります。はい、3分56秒でドアのところに、影が横切る。ドアの影か。まあ最初に「自分は男ですか?」って聞きます。そしたらもう絶対イエスじゃん、うん、でイエスが縦なのか横なのかっていう。ああ、なるほどね。おお、まあ最初に「自分は男ですか?」って聞きます。そしたらもう絶対イエスじゃん、うん、でイエスが縦なのか横なのかっていう。ああなるほどね。ああなるほどね。ああなるほどね。うわあ、待って、今本当に下打ちしてるからどうしよう。残念じゃ。完全に呪われてよ、もう。お前そこに。やめてやめて、本当にやめて。本当にやめて。久しぶりすぎて、もう本当ね、ガヤのクソガキみたいな。笑いのために言っただけですからね、クソガキっていうのはね。五円玉占いだからなおさら怖いわ。こっちやばい、変なの連れてきてんじゃねえのこれ。いや間違いない。続いて2つ目の恐怖郵便見ていきます。本当は持っとるな。取りつかれたメンバーがついにお祓いに行きましたという動画。大嫌いだな。7分42秒で赤ちゃんの笑い声が聞こえるそうです。赤ちゃん、へえ、見つかったっていうのマジでやばい。次の日、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 え、赤ちゃん、いや、へえ、見つかったっていうのマジでやばい。次の日、次の日、え、俺だ、こんな声出る多分。これはさすがに俺じゃないと思うよ。次の日、急に聞いた、聞いた、こんな声出ない。今ボンボン、いえ、いえ、いえ、取りつかれてる、取りつかれてる。こんな声まず出さんやん。だって限りなくターボに近いと思われますけど、いやちょっとまあおかしな音ではある。まあこの動画これしかないです。うん、おお、もう今ダツンですね。完全にエアコンの上じゃない。このスートと何、何スート、ほら久しぶりに取り出しましたね。ちょっとこっちがないですもんね。あ、ほら、何この子たちって、何、何、ずっとずっとずっと誰か寝てる感じ。あ、恭平の鼻笛だ。お前これお前か。違う、寝てる時の鼻息の音だ。怖いわそれは。こっちか上、そこか、その上、なんかもうあっちの辺からする。怖
まあ、置いといて続いて3つ目の恐怖郵便に参ります。はい、チャーハン5キロ大食い対決中に、これね、心理ありなんですよ。これそうね、そうだ、俺覚えてる、ありえない威力で叩かれた、俺覚えてる覚えてる、ドアのやつか、マジででかかったから、やばいよな俺の、普通にこれどこだろう、めっちゃかっこいいらしいぞ、めっちゃかっこいい、まあえ、はぁ、うわ、えぐえぐえぐ4分52秒ですね。お、はい、見てください。トイレ入ったら絶対床濡れてるから、住んでるやつもバカやから全然直そうって全然直そうって全然直そうって、うわぁ、入ってる入ってる、意外わ、だからさ、なんでさ、もう一回聞きたい、住んでるやつもバカやから全然直そうってバカやから全然直そうって、おー、言ってる、なんでさ、こういうでかい現象起きた時はめっちゃさ、こういう現象多いのっていう話してる、やばいわ、集まってんだ、おかしすぎるだろ、集まってるから、だから今自分たちで気づいてしまう現象が起きている、これマジやばくない、こんなん俺らのチャンネルしか見れないから、ね、マジで、ここだけで7分53秒、女の人の声がします、ペンキの味してきた、なんで食ったことあんねん、気合入れよう、お背中叩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 いたら、同じ声だね、今までで聞いたことないぐらい結構高めの女の人の声だね、久しぶりだけどなんかすごいね、やっぱね、やっぱりすごかったね、当たり前に出てくる、ね、やっぱ心霊曲やるとこういうことを改めて実感する、俺すごいよ、掘らないとやればやるほどやっぱ寄ってきますからね、それでは本日最後の恐怖郵便、なんで一番僕が今日紹介するね、調査班の中で一番怖い動画、ボドカとかタマオとかとコラボで行った心霊スポットに行った企画で、親子で自殺者が出た心霊スポットでありえない声が続出する事態に、行ったね、ここね、なんか湖みたいなとこだよね、心霊スポット、そうだね、そこに行った時の動画なんですけど、あ、何、まず5分7秒、声が入っています、あ、でも尺神器はさっき、いや、尺神器じゃない、尺神器じゃない、どこだよこれ、わぁ、のぶと、のぶっといなぁ、うわぁ、ほんとにホラー番組によくある声だ、あ、でも尺神器はさっき、尺神器じゃない、うわぁ、ちゃんとしてる、あかんて、マジあかんて、この声の質の人がいないからね、まあこれはまあいいんですと、いや、よくないって、よくないよくないけど、これ以外に、本当に恐ろしい人が起きている、7分21秒写真を撮ったんですよね、はい、心霊スポットなので一応撮っとこうと、ね、言った多分携帯の画面、大気じゃないところに顔認証されてる、それはよくない、え、完全にアウトなやつが映っちゃってる、やばいです、それこちらです、男性、これ、上に、そう、そう、上に映ってた、よし、1枚ぐらい、いや、あそこ雰囲気やばい、のとこあるっす、え、やばい、食べてる気のとこある、え、やばい、うわ、え、大気、大気の上にもあるの、え、顔認証してあるじゃん、これこれこれ、え、あ、ちょっとずれてるわ、やばー、真上にね、ガチ、大気の、やばい、やばい、こういう状態、こういう状態で顔認証されてる、ガチ、大気の目なんもないじゃん、ね、こう見ても、うん、もう真っ暗、もうそんなのと勘違いするものが、そうじゃん、画面から見て真っ暗なのに顔認証されてこれやばい、さあそこには何がいたんでしょうか、うわぁ、こういう使い方するやん、ということで皆さん久しぶりのホラーナイトいかがだったでしょうか、いやーやばい、素晴らしいね、よく見つけんな、やっぱカメラの中、いや本当調査班のね方々にはもう本当に感謝でいっぱいでございます、ありがとうございます、これからも、出張ホラーナイトだったり、まあ、こういう普通に現象起きたら、はい、調査ホラーナイトだったりいろんな怖い動画っていうのをたくさん撮っていきますので、はい、その都度何か現象がありましたらコメント欄もしくはツイッターまでお願いします、お願いします、お願いします、ゾッとした方チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします、お願いします、それでは次の動画お願いしますバイビー誰だ、俺絞ったん誰突っ込んでいいのかも、あー
でも石神井家はさっき。いや、石神井家。